明治神宮。明治神宮は、東京都渋谷区にある神社。明治天皇と昭憲皇太后を祭神とする。初詣では、例年日本一の参拝者数を誇る。正式な表記は、宮の、両の中間の線が入らない、明治神。明治天皇と昭憲皇太后を御祭神とする。境内はそのほとんどが、全国青年団の勤労奉仕により作り縁整備、されたもので、 現在の深い森の木には、全国よりの献金が植樹された。また、本殿を中心に役よけ、五十三などを祈願を行うかぐら殿、明治時代の宮廷文化を忍ぶ、五歳人ゆかりのお物を陳列する宝物殿、五歳人の大い御神を通じて、健全なる、日本精神を育成する武道場誠館などがある。十二万坪。 約73ヘクタールに及ぶ広大な新域は、江戸時代はじめには、日後藩藩主、加藤家の別邸であり、寛永17年、1640年により、彦根藩藩主、井伊家の下屋敷となっていたもので、この土地が1874年、明治7年、井伊家から政府に買い上げられて、南豊島御領地となっていた。1912年、明治45年に、 明治天皇が崩御し、立憲君主国家としては、初の君主の体操であったがその死に関する法律は、なく、何らかの記念、記念ともするための行事が計画される。明治天皇は、京都の伏見桃山漁に葬られたが、東京に神宮を建設したいとの運動が天皇を、数計する東京市民から起こった。実業家、渋沢栄一、東京市長。 坂谷義尾といった有力者による有志委員会が組織され、代々木御領地に神宮を建設する建設案が立てられた。有志委員会は大日本帝国政府の実力者との接衝を重ねるとともに、所属議員によって国会に神宮建設の権利を行い上院で可決された。神宮建設の機運の高まりを受け、1913年、大正2年に政府は閣議によって、 原高市内務大臣を長とする神社法師調査会を設置した。1914年、大正三年に皇后であった昭憲皇太后が崩御すると、大正天皇の採下を受けて、1915年、大正四年五月一日、官兵大社、明治神宮を創建することが内務省告示で発表された。造営には、全国から1万1129人もの国民が、 労力奉仕に自発的に参加した。鎮座祭は1920年、大正9年11月1日に行われ、翌2日には大正天皇の名代として、皇太子博仁神皇、後の昭和天皇が行刑た。初代宮寺は、皇爵一条見輝き。神宮本殿は、太平洋戦争末期の1945年、昭和20年4月。 アメリカ軍による空襲によって消失した。その後全国から復興資金が寄せられ、仮殿が建設されて、翌1946年昭和21年5月に、神座祭がやれた。現在の本殿は、その後、国内外からの寄付などによって造営が進められたもので、神座祭は1958年昭和33年10月31日に行われた。 境内の旧魚園入り口付近にはかつて、代々木の地名の起源ともなったモミの巨木、代々木があったが、この名木も空襲の折、降射砲によって撃墜されたアメリカ軍機 B29 の直撃を受けて消失しいる。1966年、昭和41年7月22日に、大鳥居が落雷によって破損したため、新たな鳥居を1975年、 昭和50年12月23日に建立。二代目の大鳥も、初代同様、台湾の有山連邦の大日の木が用いられている。なお、落雷した鳥居は、氷川神社の二の鳥居として、翌年移設された。2008年、平成20年10月26日から11月一日には、明治神宮御社殿復興50年記念の特別、ライトアップ。 アカリウム法能行事は開催された。第二次世界大戦後、宗教法人神社本庁の非包括宗教法人となり、別表神社に指定された。2004年、平成16年に神社本庁との包括関係を一旦解消し、単立の宗教法人、明治神宮となったが、2010年、平成22年8月23日、 再び神社本庁との包括関係を設定した。内縁と外縁に分かれており、内縁には日本各地や朝鮮半島、台湾からの県期365種約12万本が計画的に植えられた。1970年、昭和45年の調査時には247種17万本となっており、都心部の貴重な緑地として親しまれているだけでなく、人工林が 意図的に自然林化されたものとしても注目されている。この中には通常都心では見られないような生物が生息し続けており、動物学、昆虫学的にも非常に貴重な例となっている。明治神宮を設営する場所として選ばれた代々木御領地付近はもともとは森がない荒れ地であった。そのため神社設営のために人工林を作ることが必要となり、 造園に関する一流の学者らが集められた。設計には、臨学の本田聖六、本郷隆則、上原啓治、田村強志、河瀬善太郎、中村小野吉、林猿課長、大溝勇、山崎林氏、中島宇三郎、農学、造園の原博志、大屋霊城、かの力、大田健吉、森和夫、水谷俊一、田坂みの寺崎良作、高木十三。 森和夫、井本正信、北村博横山真嗣、石上渕夫、また、奈良女子高等師範学校、現奈良女子大学の折下義信らが参加した。折下らは、神宮外苑のイ調並木などもデザインする。こうして集められた、明治神宮造営局の義士らは1921年、大正10年に、明治神宮五景代理に園計画を作成。 現在の生態学でいう植生繊維、サクセッションという概念がこの時構想され、林園計画に応用された。当初、多様な樹脂を多層に植栽することで、年月を経て、およそ100年後には、紅葉樹を中心とした、極層林、クライマックスに到達するという、手入れや石碑など皆無で永遠の森が形成されることを、科学的に予測され実行された。いわば、これが、 造園科学的な植栽計画の講師であって、日本における近代造園学の創始とされている。なお、植林事業そのものは1915年、大正4年には開始されている。明治神宮御苑、通称神宮御苑は、江戸時代から大名下屋敷の庭園として使われ、明治時代に宮内省が所轄する南都島御領地となり、代々木御苑と呼ばれた。 ここは、明治天皇と昭憲皇太后に、ゆかりの深い名園であり、この地の風光をこよなく愛された皇太后はしばしば行刑されたほか、明治天皇は、角雲亭というご茶屋を建て、あずま屋を作り、池には勝負を植え、海遊歩道を設けて美しい庭園とされた。角雲亭は、太平洋戦争の末期、アメリカ軍による空襲によって消失したが、戦後特殊化によって復元された。 現在、園内には、角雲亭や、あず屋のほか、お釣り台、勝負殿、清正などがある。勝負殿の花勝負、花あやめは、明治天皇が、証券皇太后のために植えさせられたと言われ、6月が、最盛期である。また、11月下旬から12月上旬には、紅葉をめでることができる。配管は有料であり、料金は大人500円16時30分。 平門である。明治神宮外苑、通称神宮外苑は、明治天皇、昭憲皇太后の遺徳を長く、後世に伝えるため、民間有志により結成された、明治神宮法参会が、広く、国民より募った寄付と、全国青年団の勤労奉仕によって造営された。青山連平城の跡地である敷地は、現在の東京都新宿区と港区に渡り、 聖徳記念会画館を中心に、明治神宮外苑競技場、後の国立霞ヶ丘陸上競技場、明治神宮野球場、明治神宮水泳場、明治機関などがある。かつて、明治神宮の北山道、浦山道から駄田谷を通って明治神宮外苑、外苑橋まで続く道路には、これに沿って乗馬道が整備されていた。しかしながら大東は戦争後には遊歩道となり、 現在は首都高速道路4号新宿線に変わっている。表参道の終点にあって山手線をまたぐ立橋である神宮橋は鎮座に先立つ1920年、大正9年9月に完成した。橋は RC 構造で長さ20.4メートル、幅員29.1メートルである。原宿駅より境外。 南山道鳥居に通じる山道として、表山道が整備されたのに対して、現在の明治通り北山道交差点から、北山道鳥居に通じる山道はかつて、裏山道と呼ばれていた。神社を奉仕するとは言っても、現実にその領地確保や建立には幾ばくかの資金が必要である。いくつかの候補から、領地は東京公園を建設予定だった新宿村、 代々木保領地と定められた。当初の理念において、内縁は国が、外縁は国民が作るものとされ、資金は国による税金と国民による寄付金が当てられた。その総額は国税の納付額などで明治神宮法3回によっておおよそ標準額としてあらかじめ計算されたものがあり、東京府では200万円、東京府以外の内地では250万円。 外地、カラフト、台湾、朝鮮、関東州からは20万円、国外からは25万円とされた。内地においてはその目標額が公平な負担となるよう、各都府県に割り当てられた。各市町村群へは、各都府県が割り当てられた額面を調整し、その寄付金を募った。基本的には寄付であるので個人の自由であるが、管理などはそうではなかったところもある。 地位により額面がめられていたが、一部を除いては、自らに割り当てられた額面の寄付は、望んでのことであった。内閣総理大臣は100円とされた。標準額総額は495万円であったが、結果的には、想定を大きく上回る、1676万円となった。必要とされた額は670万円とされていたので、目標額は達成できたことになる。 明治神宮の本業である公益事業、参拝客の再選や祭祀などで得る神社の玉串料は明治神宮の総収入の12%に過ぎず86%を収益事業によって得ていると報道されている。収益事業としては結婚披露宴事業を柱とする明治記念館並びに明治神宮外苑を持つ。そのうち明治記念館は 結婚式事業や飲食店経営を担う、明治記念館調理室、売上高年間49億円ならに、旅行代理店事業などを行う、セラン、売上高15億円という2つのグループ会社を持つ。明治神宮外苑は、明治神宮野球場のほか、テニス場、アイススケート場、ゴルフ練習場などを有し、年間の売上は60億円程度、2010年時点である。 明治神宮には多くの神社に見られるおみくじが存在しない。代わりに、くじを引き魚生やお歌、明治天皇、昭憲皇太后が読んだ和歌を大井御神として授かる。大井御神を授けられた参拝者は、これを持ち帰り折に触れ読み返すものとされており、おみくじのように境内に結んで残すことはしない。また、漁生やお歌と、その解説文のみしか記述していないため、 喫境も存在しない。そのため多くの神社に見られる、三口掛かりも境内に存在しない。それまで、神宮御苑の一つの井戸であった、清島正い、清正の井戸であったが、テレビ番組にて、パワースポットとして紹介されたことを契機に2009年、平成21年12月25日から突如、人気を集めるようになり、産経新聞によると、数時間待ちとなることもあったという。 なお、明治神宮所有の物件としては他に、外苑の聖徳記念絵画館、東京都新宿区の建物も重要文化財に指定されている。宝物殿は、屋根修理と耐震工事のため、2017年1月10日より、当分の間、閉館している。宝物類は明治神宮文化館内の宝物展示室で展示されている。注釈。 出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。